こんにちは、サボタニカルです。植物を見ながら話をする動画49ということで、今回は胴切りから100日経ったコピオパワ族です。動画に登場は3回目なんですけれども、だいぶ変化がありました。レンベッキー、前回2つ小株が出てきていると言っていたのですが、3つ出てきました。大きくなってきました。シネレアもはっきりと分かるようになりました。カルデラナ、ギガンティア、フィエドレリアナはまだ変化はありません。カットした上の部分ですが、根っこが少し生えました。この度嬉しいことがありました。全国にサボテン、多肉植物を育てる有名なナーサリー、お店がたくさんあります。行ってみたいお店の一つがイベントに出店されていて、そのお店の有名な方もいて、その方を見つけた時、私は あの方が来ていると遠くから見てテンションが上がっていました。雲の上の存在ですが、いろいろなつながり、ご縁がありまして、その方にサボタニカルを紹介してくださった方がいます。ありがとうございます。そして動画を見ていただくことができ、サボテン愛を感じたとお言葉をいただけました。ご覧くださりありがとうございます。お名前を出していいかの確認ができていないので、今後またご縁がありましたらご出演いただきたいという夢を掲げて、サボテニカル頑張っていきます。この度もチャンネルに登録してくださった方、登録をし続けてくださっている方、ご覧くださった方、ありがとうございます。それでは終わります。